皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。今年は松浦武四郎生誕200年というメモリアルイヤーです。これを記念して今年は多くの記念イベントが開催されていますが、日頃から武四郎を PR している松浦武四郎記念館友の会の活動展示が現在市民活動センターのロビーで開かれています。この展示では大台町の大杉谷で行われた松浦武四郎看板の除幕式の様子など去年の活動内容をたっぷりと紹介しています。この活動展示は8月31日金曜日まで日野町の市民活動センターで開かれています。武四郎ファンには必見の活動展示です。皆さんぜひ市民活動センターへお立ち寄りください。それでは今回のラインナップです。現在三重県をメイン会場に開催中の高校総体、この総合開会式の様子をお送りします。中心商店街で七夕祭り鈴の音市が開かれ、さまざまな催しを楽しむ人でにぎわいました。松阪の魅力を再発見してもらおうと夏休みを利用した親子社会見学が行われました。健康センターハルルで子育て支援センター合同企画のファミリー講座が開かれました。